皆さん、こんにちは。演歌歌手の枠を超え、バラエティ番組にも登場する瀬川瑛子さん。瀬川瑛子さんは、50代にしてミニのウェディングドレス姿で結婚式を挙げたことも注目を集めました。そんな瀬川瑛子さんの父、瀬川慎さんもまた、一世を風靡した歌手だったそうです。今回は瀬川瑛子さんの家族、年収、旦那さんについて調べてみました。まず、瀬川瑛子さんの父である瀬川慎さんは戦前、戦後に活躍した歌手です。NHK 紅白歌合戦がまだラジオ放送だった頃に出場しています。親子2代で紅白出場を果たしていたのですね。柔らかい声質で叙情的に歌うため、軍歌には不向きで、戦争中は鳴かず飛ばずだったそうです。戦後になると、マドロスやマタタビ歌謡でヒットを飛ばして人気歌手になりました。瀬川慎さんの夢は娘を歌手にすることだったといいます。人気歌手の次女として誕生した瀬川瑛子さんは、幼少時から英才教育を受け、小学生の頃から父親のステージの前座を務めていました。父の瀬川慎さんに教え込まれた演歌の歌心には、進んで許されざる恋を学びなさい、というユニークなものもあったそうです。瀬川瑛子さんはそれ以来、いつ男性に誘われてもいいように勝負下着を持参していたとのことです。こうしたことを娘に勧める父親もすごいですが、許されざる恋、勝負下着、脳内変換する娘も負けていませんね。 DNA を感じます。後年多くのモノマネ芸人にネタにされるようになった時、瀬川瑛子さんはとても喜んでいたとのことです。これも父の教えでした。瀬川慎さんは戦前から自分のファンであった貴子さんという女性と結婚しました。2004年2月29日に貴子さんが他界すると、2週間後の2004年3月14日、後を追うように亡くなりました。その時、瀬川瑛子さんは1ヶ月公演の最中だったそうです。瀬川瑛子さんは東京都渋谷区の出身であり、父の瀬川慎さんは北海道函館市の出身です。母の貴子さんは韓国人か中国人なのではないかという声があるようですね。貴子さんに関しては、瀬川慎さんの大ファンだったということ以外は分かっていません。仮に貴子さんの出自に関する噂が本当だったとしても、瀬川瑛子さんが日本国籍だということはまず間違いないでしょう。続いて瀬川瑛子さんの年収について調べてみました。演歌業界は1曲ヒットすればその曲だけで食べていけるとよく言われますね。知名度が上がれば地方公演や舞台公演のオファーが入りますし、ディナーショーも大きな収入源になるでしょう。何より演歌は J-POP と比べて楽曲の寿命がはるかに長いです。石川さゆりさんは津軽海峡冬景色、天城越えなど大ヒットと呼ばれるのは数曲あります。山本譲二さんは道のく一人旅で30年以上もその地位を保っています。商業的に見て、どうやら J-POP とは一曲の重みがかなり異なるようです。CD の売り上げ不振が続く中、見直されているのが演歌歌手の活動スタイルだそうです。また、多くの演歌歌手は、谷町と呼ばれる有力後援者の後ろ盾も持っています。瀬川瑛子さんは2017年9月のテレビ番組で、歌手は儲かるかという質問に、イエスと答えた上で、次のように話していました。瀬川瑛子さんは67年19歳の時に涙の影帽子でデビューしました。当時の芸名は瀬川瑛子さんでした。地道に活動を続け、3年後に長崎の夜は紫が50万枚のヒットとなります。この最初のヒットから実に長い間不遇の時代が続きました。17年が過ぎ、38歳の時に夫婦の情愛を描いた命くれないがオリコンシングルチャート年間1位を記録してミリオンセラーになります。そして紅白歌合戦に初出場し、自身の代表曲になりました。命くれないまでの20年間は5万円でしたが、ヒット作が出たらボンと代金が入ったと言われています。こんな瀬川瑛子さんの気になる年収を調べたところ、情報が一切なく推定年収は不明でした。ちなみに大御所北島三郎さんは2億6000万円、森進一さんは1億9000万円でした。こちらもあくまで推定年収です。
瀬川栄子さんはファンからのプレゼントでベンツをもらったことがあるそうです。歌謡界でのし上がっていく人はほんの一握りです。ですから多くの演歌歌手がヒット曲を生み出そうと一曲一曲に魂を込めて歌っているのでしょう。瀬川栄子さんは演歌歌手としての顔とバラエティ番組で見せる天然キャラの顔を持っています。モノマネ芸人のレパートリーとしても人気が高いですね。そんな瀬川栄子さんですが、マダム風の派手な外見とは裏腹に酸いも甘いも舐めてきた苦労人です。次に夫である清水武さんとのことについて見てみましょう。デビューから17年が過ぎ、38歳の時に夫婦の情愛を描いた命くれないが大ヒットしました。そして自身の代表曲になりました。この曲がリリースされた頃、瀬川栄子さんは最初の結婚生活が破綻して夫と別居状態にありました。実生活では歌詞に登場する一途に添い遂げる女ではなかったことから人知れず悩んでいたといいます。24歳の時に結婚したレコード会社社員の夫とはその後に離婚しました。そして51歳の時にバックバンドのドラマーを務めていた7歳年下の清水武さんと再婚しました。1999年9月27日、目黒区の大島神社で挙式しています。瀬川栄子さんは、自分が大好きなストロベリーパフェを清水武さんが注文するのを見て、この人だ、思ったそうです。ピンときたということでしょうね。清水武さんを好きになり、瀬川栄子さんが自分からアプローチして交際がスタートしました。クリスマスに高さ2メートルのクリスマスツリーをプレゼントしてもらうなど、順調に愛を育みます。清水武さんのプロポーズの言葉は、一緒にいい年を取ろうね、だったそうです。二人は今もダーリン、ハニーと呼び合う仲だそうで、とても夫婦円満のようです。瀬川栄子さんは、その天然キャラでバラエティ番組にも時々出演していますが、夫の清水武さんについて聞かれるとのろける場面もありますね。瀬川栄子さんはデビュー当時のキャッチフレーズがジャンボ瀬川でした。身長は168と高く、スタイルも良かったのが理由です。若い頃は演歌歌手でありながらグラビア写真も撮っていたそうです。結婚式では自らデザインした膝上23のミニスカートのウェディングドレス姿を披露して話題を呼びました。かねてからの夢だったとのことですが、もともとスタイルに自信があったのでしょう。芸能人のウェディングドレスは一味違った衣装を着用する方も多く、とても印象に残ります。瀬川栄子さんの趣味の一つが衣装デザインです。ファッション雑誌や映画などを参考にデザインを考えるそうですが、ステージ以外でもゴージャス系のファッションが多いようです。上沼恵美子さんは仕事における瀬川栄子さんのファッションを称賛しています。清水武さんと再婚した時、瀬川栄子さんはすでに50代でした。今の夫との間に子供はいないそうです。24歳で結婚した前夫との結婚生活は14年にわたりましたが、やはり子供は設けていないそうです。芸能活動が忙しくてなかなか妊娠出産をする状況にはなかったのかもしれませんね。ですから飼っているペットのヨークシャテリアが子供のようなものなのでしょう。一時期はここキティ、ヒット、ミリオンという名前の4匹の愛犬がいました。その後ベストという名前の新しい仲間が加わったようですが、現在はどういう顔ぶれになっているのでしょうか。瀬川栄子さんは命くれないが売れなければ歌手を辞めるしかないと思っていました。今でもボイストレーニングを行い、若い頃と変わらないキーの高さを維持しているのは、これまでお世話になった方々への恩返しであり、ファンに対する感謝の気持ちでもあるのでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。